お世話になります。いつもの挨拶でした。今日もイグザムのイグラジの時間、イグザムレイディオ、レイディオ始まるよ。はい、お世話になります。イグザムの黒です。黒です。はい、さあ始まりました、イグザムのイグザムレイディオ。はい、あの最近、はい、こう見てほーって思ったことがあって、あ、人に嫌われる行動みたいなのってあるの知ってる？へー、なんか仕草みたいな、そう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 、っていうのを、まあ、たまたまなんか TikTok なんかで見てあったんだ、ナンセンみたいなね、うん、で面白いなと思ったのがファビングっていう名前がついてるものがあって、ファビング、そうで、ファビングって、あ、何の略だったかな、なんかフォンと、うん、なんとかなんだよ。あ、なんか略語なんだね。そう、造語みたいな、略語みたいな。はいはい、で、ファビングって言うんだけど、うん、これ、あの、話をしてるときに、スマートフォンを触るっていうのは、相手が不快になるっていう状態なんだって。だ、携帯触りながら、まあ、この例えばこうやって喋ってて、まあ、携帯触ってたら、話聞いてないのかなって相手が思うみたいな。そういうことか。そうそう。これをファビングっていうのって。で、なんか、まあ、その、正確な情報じゃないから、なんか8割とか7割の人がそれをされると、不快な気持ちになるみたいな。っていうのがあったのね。うん。その時にふと思った。はい。このファビングって、うん、まあ、一応そのスマートフォンに対して、だからフォンって、電話って意味なんだけどさ、うん、フォンとなんか無視するみたいな、そう、ね、っていうののなんか造語なんだけど、うんうん、これ昔ってファビングみたいなことってなかったのかなと思って、あ、そ、雑誌読んでるとか、そうそうそう、その本読んでるとかでは相手は思ったことないのかなと思って、あ、まあ、確かにね、そこまでいろんなことが詰め込まれてないからなのかなと思うんで、その一個の媒体に、うん、そうだよね。まあ普通本とかだったら今話してるからって閉じるもんね。うん。うん、だからこれって昔はなかったのかな。そのなんか変わるものというかさ、そうか、そのファビングが今ですけど、うん、前はなかったのかな。確かに。いや、あんまりもう節度をみんな持ってたかもしれないよね。うん。だからまあ。別にファビングがどうって話じゃなくて、うん、昔ってそういうのなかったのかな。確かに。ああ、どうだろうな。なんかその場で注意があったかもしれないよね。ああ。聞きなよみたいなね。ああ、本読まないとか。そう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 。そうか。この前めちゃくちゃびっくりしたのは、大学生ぐらいの男の子なんだと思うんだけど、二人で話してるんだけど、多分二人とも音楽聴いてたよね。マジ？うん。イヤホンずっとついてて、うんうんうん、で、そのまま話してんだよね。うん。で、まあ、かかってるかどうかイヤホンだからわかんないけど、まあ、ね、うん、片耳で曲聴きながら友達の話聞いて話してるみたいな状況があるのかもって思うと、いや、ちょっとなーって、思ったぴょん。いや、なんでふわっとさせてるの？